タウエ IC 付近。右側に出口が存在する田上インターチェンジは、鹿児島県鹿児島下上7丁目にある鹿児島東西幹線道路のインターチェンジである。隣接する鹿児島インターチェンジと一体化しており、南九州西回り自動車道にはランプから本線へ直接接続できる構造となっている。タウエ IC から鹿児島市外方面の鹿児島東西幹線道路は、 未開通であり、事業中となっている。開通までの間は、国道3号鹿児島バイパスが、その代替道路となる。2010年の九州道方面ランプ開通までは、国道3号鹿児島バイパスの、鹿児島市街方面専用のハーフインターであった。2010年3月19日より、鹿児島インターチェンジの九州自動車道及び、イブスキスカイライン方面へ接続するランプが、 共用開始されフルインパーとなった。同年9月29日に新竹岡トンネルの開通に伴い、鹿児島市外方面のオフランプの形状が変更となり、鹿児島県内では初となる右側出口方式の構造に変更された。また、同年12月20日には南九州西回り自動車道に接続するランプの共用が開始されすべてのランプが共用された。また、 鹿児島市外方面下り線は国道三号鹿児島バイパスであり歩行者、軽車両、百二十五 c c 以下の二輪車の通行も可能であるが多垣インターチェンジから接続できる九州自動車道南九州西回り自動車道鹿児島東西幹線道路上り線イブスキスカイラインは自動車専用道路であり歩行者、軽車用及び百二十五 c c 以下の二輪車の 通行はできない。鹿児島インターチェンジに隣接しており、鹿児島市街及び、九州道、イブスキスカイライン、南九州道の分岐地点に位置することから、ランプの形状が複雑で入り組んでおり、色舗装が施されている。ありがとうございます。